ましたということで、はい、ということで、ということで、ご質問があれば何でも答えていくというふうな時間でございます。何でもお客様の方からありましたら僕何だって答えるので、何だってどうぞ。クラスさんが死刑囚だとして、ああ、最後に食べるものを、ああ、なるほどな、俺が死刑囚で最後に食べるものを選べるなら、うん、そのアメリカのね、シリアルキラーとかがあの死刑囚になってね、最後の食事注目されるとかありますよね。でよくあるのは、その普通にフライドチキンとアップルパイが食べたいみたいな、その本人の今までの人生でのご馳走をね、うん、いうパターンもあれば、逆になんかすごいサイコっぽく豆一粒でみたいな伝説的なやつとかあったりするわけでしょ。何もいらないとか、で逆になんかそんなんでいいのみたいな、ポップコーン山盛りみたいなのもかえって怖いとかね、いろんなパターンがあるわけでしょ。だそうですよね。だからどうするかな。そのだからやっぱりそのかますかまさない問題ですよね。ひとえにかますかまさない問題で、そのかまさず食べたいものゆえって言われたら、そんなもん寿司焼肉となっちゃうんですよ。そんなもんなっちゃう。やっぱりそのわかんない、僕もそのわかんない、死刑囚になるようでないですけども、そこまでやらかしたんであれば多分最後かましちゃうと思うんですよ。うん、そこまでやらかしたんであれば、自分の人生の一番最後ね、死刑囚だからなんか爆弾かなんか作ったんでしょってなったら、一番最後やっぱりこう、ちょっとなかっこつけるじゃないけど、あいつは狂気の殺人鬼だったみたいな、終わり方を選んじゃうと思うの。何が一番怖いかね。そうなると一番怖いのがいいよな。大根おろしだけとかちゃう。めっちゃ怖いんちゃう、薬味だけのやつ、薬味だけで死のうとするやつ。魚と大根おろしやったら分かるのにね、大根おろしだけやったら、ああこいつちゃんと殺したんやなとなるでしょう。こんなもんでどうでしょうか。最近見た映画を教えてください。最近見た映画、あ、最近見た映画ね、名探偵コナン100万ドルの五稜郭の方を、拝見させていただきました。僕はコナン映画が大好きでございまして、多分全部見てるんじゃないかな。あの、もともとね、名探偵コナンすごい好きなんですけれどもね、今回の100万ドルの五稜郭、あの、まあ、あの CM とかでも流れてるシーンですから、ネタバレにならない範囲なんですけれども、あの冒頭すごい面白いんですよ。あの冒頭がね、あの服部平次、西の高校生探偵服部平次と怪盗キッドが争うところから始まるんです。怪盗キッドがね、まあ、なんか国宝とかに指定されている珍しい刀をね、2本盗み取るわけです。でも服部平次がうち1本を取り返す。そして服部平次とね、怪盗キッドがその2本の珍しい刀で切り合うってところから始まるんですよ。そんなことすんな。宝の刀でそんなことすんな。キン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 って、貴重なやつなんやろお前らバカがよっていうところから始まるわけ。この時点でちょっとどうかしてるんですが、なぜだってさ、真剣で切り合ってるわけでしょ。大人二人がどっちか死ぬぞっていうシチュエーションなわけでしょ。危ないじゃないですか、ね、コナンって人死ぬ話ではありますけれども、主要キャラがそんな切り合ってね、殺し合わずともともなるわけです。キン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 って、これどうやって終わんねんと思うわけです。そうしたところですよ、服部平次が一言言うわけ。もろたでーす。もろたでは殺す時だから。怪盗キッド殺されるほど悪いことは多分してないよ。あの人殺されるほどのことはしてない。もろたでもろたダメですよ。そのもろたではもう命もろたでになってきますからね、恐ろしいですよ。でその刀がですね、怪盗キッド、彼も反射神経いいですから、間一髪かわすわけです。かわして、怪盗キッドいつもシルクハットかぶってますね。シルクハットのつばがスパーンって切れて、帽子が割れて落ちるんですよ。うん、ほんまに殺そうとしてないの。その立ち筋は首行こうとしたからのやつやろ。怪盗キットが下がってなかった場合パッカーンよ。怪盗キットグロすぎるってなあ、グロすぎるって、下からのパッカーンは。ほんで、しかも、服部平次って、あれ、剣道少年っていうね、キャラ設定があるわけでしょ。そんなことすんなって磨き上げた剣の腕でさ、誰か教えたかお前に、怪盗キッド殺せって。ね、よくないですけど、まあまあまあ、映画自体大変面白くてですね、後半どんでん返しもありますし、ミステリー要素、ファンタジー、サスペンス、いろんな要素ありまして、すごい楽しいですし、まあその冒頭はね、そんな戦闘シーンから始まりますが、中身はもういつものコナン君の映画でございます。ね、どうぞお楽しみいただければということでございまして、非常に、
まとまった映画レビューをさせていただきました。ありがとうございます。いえ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 、クラさんはこれは この死に方は絶対絶対っていうか嫌だな、できれば嫌だな。あ、この死に方は嫌だなの死に方、うん、この死に方は嫌だなの死に方な、難しいな、全部嫌やしな広く全部嫌ではあるから難しい気がするけれども、この死に方嫌やなの死に方ね、うん、あ、でもやっぱその爆発物、うん、爆発物気づかず開けてドカンが一番ダサい、はずいよな死んだ後。なんかそれとごめんなさい、1個思い出しました。それこそ同じくコナンのシーンで、通常回の方なんですけれどもね、コナンってその黒の組織いるでしょ、黒ずくめの組織、黒ずくめの組織 VS FBI という展開が結構あるんです。そんな中黒ずくめの組織の方からね FBI に花束が送られてくるという回があるんです。でもう露骨にトラップじゃないですか露骨にトラップ、露骨トラップでしょ。でもコナン世界ってコナンが一番頭いいんですよ。工藤新一、江戸川コナンが一番頭良くて、他はコナンよりは頭が落ちるっていう設計なのよ。それはしょうがない、しょうがないんだけど、物語の仕組み上ね。 FBI の人たちが、あれ花束だ、黒の組織から花束もらったって言って、でコナン君があれカチッカチッって聞こえるよ、それ爆弾入ってるんじゃない、あごめんなさい花に気を取られてってやられてそんな FBI おらんやろ、おらんやろ花に気を取られる FBI なあ、バカにすんなよ FBI を、カチッカチッって聞こえたら爆弾やし、テロ組織から送られてきたら爆弾やろ、そんなの花束なわけないやん、なあ花に気を取られてじゃないのよ、何を言ってんのやろね、あれ本当に嫌でしたわ作品の都合上ね、しょうがない、気づくのはコナン君じゃなきゃいけないんだけどね、よくないですよねFBI をなめ腐りやがってねえ、そんなんじゃないですよねFBI ってね、うんの変やなと思いながら、うん、FBI って別にね、うん、フラワーブロッサム愛してるじゃないでしょじゃないでしょ、フラワーブロッサム愛してるじゃないでしょ、そんなんじゃないでしょ、もっとちゃんとした組織やねんから気づくって、気を取られないって別に、うん、バカげてるなと思って好きやったな。だからそれをね、その花束もらって気づかんままドーンが一番はずい、一番はずいね FBI やとして、うん、さすがに気づきたいですそこはという感じでいかがでしょうか逆にこういう死に方がいいとかってありますか。あ、逆にこういう死に方がいい、あーでもだからこう意味のある死に方というんですか、その映画とかねドラマとかでありがちですけども、誰かを守って死ぬみたいなのはなんかまあ一応ベタやけどね、かっこいい気はしちゃいますよね。それはそれはまあ死にたいわけじゃないですしね、残した人たちに対する諸々の申し訳なさはあるんでしょうけれども、同じく名探偵コナンから松田っていう刑事の死に方がめちゃくちゃかっこいいので、よかったら調べてみてください。ではあれはカッコつけすぎかあれはカッコつけすぎか、俺は松田なられへんだよな、なんていう感じでしょうか、いかがでしょう。このあたりコナンはどう終わると思いますか、はい、コナンはどう終わると思うかコナンの終わり方、なるほど、それを青山剛昌ではなく9月に聞きたいコナンの終わり方を9月に聞きたいという、映画を全部見てる、映画を全部見てるからにはと、映画は原作と関係ないよ、その上でね9月にコナンの終わり方を聞きたい、なんでしょうね。まあでもコナン君戻るんじゃないですか、大きく戻る、それはだって必要でしょ、作品の始まった流れ考えたら、黒の組織は壊滅するんじゃないですか。あ、でもなんか主要キャラから一人ぐらい死ぬなのか何なのか出そうではあるよな、主要キャラから一人ぐらい、誰が死ぬ、まあだから有力候補は灰原哀なんだよな、有力候補は灰原哀、灰原哀が何かを守って江戸川くんみたいなので、ね、うん、違う、あ、違うな、灰原哀は江戸川くんまたねとかでドーンってなってそう、バカすぎるかそこまでバカじゃないか、でもなんかそうね、誰かはなんか死ぬとかあるかもしらんね、うん、コナンは最後
いやでもまあ概ねハッピーエンドなんじゃないですか、うん、概ねハッピーエンドっぽいけども、でもあのいやでもな、俺もこれも言うとあれやねんけど、あのコナン暗黒工藤新一に関して思うのはだからずっと俺は思ってるけど、毛利蘭何がええねん毛利蘭何がええねん、なんかもうちょっと話通じるやつ選べよね、毛利蘭ちょっと話通じなさそうやろ違う、ごめんなさい、あの好きな方も、ね、いらっしゃるの分かります、ね、素晴らしいヒロインやと僕も思うんですけども、あのコナンの映画で一個ね、飛行機に乗る映画がありまして、飛行機であのまあ言ったらこう飛行機の中で殺人事件が起こりまして、てんやわんやする話なんですが、一番最後にね、あの飛行機のその操縦できる人がいなくなるんです。操縦士も副操縦士の方も毒を食らってなんかこう動けなくなっちゃう。で今んとこ動ける大人がランしかいないってので、あのランが操縦桿を逃げらなきゃいけないっていうシーンがあるんです。であのランに やってほしいってみんな言うんですよ。でもランが、え、私できないよできないよって言いながら飛行機がガタガタガタってなるシーンがあって俺現場いたらうるせえやれバカって絶対言っちゃう。うるせえお前しかいないんだから、一旦座ってから言え、そういうのは一旦座って持ってミスっても何も言わないから、 できないよじゃねえ、座れバカこらって絶対言っちゃう。なんか一番イライラする、そのもうわかるじゃん他ないってやればいいのにって絶対言っちゃうからそうそうそう。でもコナン君ね、新一はランのそういうところを見ても好きなわけだから、うん、まあそれはいいことだなと思う絶対カズハの方がいいもんな、絶対カズハちゃんの方が話し合うやろ、うん、それは思いますよ正直。そう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 、そういうのあるけどな。でもいや佐藤刑事が一番話通じそうやな、佐藤刑事話通じそうやな、あれ木崎恵里も相当通じそうやな、あのランの母ちゃんね、ランの母ちゃん話相当通じそう、うん、ランが一番通じそうやもんな、その子の方がいいもんな、話通じる度合い話通じる度合いが大事やから、うん、まあまあまあ、さておきさておきそんな感じですか話が通じないみたいな話があったんだけど、そういう人が、あ、そういう人が職場のめちゃくちゃ身近なところにいるんですけど、はい、どうしま す、職場の身近なところに話が通じない人がいると。そうなんですよ、職場の近いところに話の通じない人がいる、どうしたらいいか、なんでしょうね、通じる言い方みたいなのをね探すのは一つありなのかもしれません。実は人が使う言葉とかっていうのは同じ言葉に見えて違うっていう風な研究が実際あるんですね。確かに僕ら例えば今日本語使ってますね、でも全員日本語の同じ辞書で言葉を覚えたわけではないですよね。みんなが小さい頃から広辞苑で言葉を覚えていたらね通じるでしょうけど、必ずしもそうではない。実は人が使う言葉って全部ちょっとずつ違うんです。イギリスの社会学者並びに言語学者と言われているバーンステインという学者がいます。あの彼の研究でね、人って使う言葉が2種類あるというふうな研究がありまして、制限コードってやつと精密コードってやつの2種類の言葉を人は使ってる。制限コードっていうのは特定の状況下、特定の制限があるときにしか通じない言葉の使い方、精密コードってのはちょっと抽象的な、状況でも通じ合うような言葉の使い方。精密コードの場合はあのなぜ言葉の扱い方が精密やから、うん、違う文脈に置き換えてもつながるし、前提共有してなくても通じ合えるようになってる。制限されたところでしか通じない制限コードと精密コード、2個の言葉の使用法があると。でバーンステインという学者はですね、この後、要は労働者階級、まあ、あのイギリスの学者ですからね、ブルーカラーですか、ブルーカラーの子供たちはどちらかというと制限コードの言葉を使うことが多い、ホワイトカラーの子供たちは、精密コードを使うことが多い、それが学力の差とかにも現れるんじゃないみたいな話を述べてるんですが、別に日本においても同じことですよね。で僕らってのは比較的同じ言葉を使ってるって勘違いしがちだけれども、そもそもみんな何らかの意味で制限されたコードの言葉を使ってるんですよ。で仮に精密な言葉を、自在に使えたならばね、別に、相手と状況が違っても意思疎通できますが、誰しもが精密なコードの言葉を自在に使えるわけではない。
もちろん話題によって使える時使えない時ってのは個人の中でも出てくる、うん、するとやっぱりそこで起こってる問題、職場の同僚さんと話が通じない時があるというのは、おそらく相手が使ってる言葉のコードが何らかの自分の知らない制限がかかってるんだと思うの。となるとそれが何かわからないことには通じ合うことはないし、それが何かを特定するほどの労力をかけたくないのであれば、ある程度諦めるしかないということだと思うんです。相手が使ってるのが同じ日本語だと思わないこと、何らかの制限がかかってると考えること、この2点でどうにか状況をちょっとだけほぐしていただけたらと思います。これですぐ解決するわけじゃないと思うけど、そういうふうなものもあるということで参考までご紹介させていただきました。はい、私もちょっと相談したいことがあって。はい、どうぞどうぞ。私も職場の人なんですけど、はい、あら、その同じ言葉、例えばその感情表現ですかね、嬉しかったとか、はい、これはまあダメとかはちょっと違うかもしれないですけど、はい、なんかこうちょっと否定する言葉とか、まあいいとか悪いとかもそうなんですけど、それを例えばこう私は良かったと思ったというふうに伝えたことが、はい、相手が、まあ、その温度感で、まあ、伝わらない、よくあることだと思うんですけど、はい、そこが どうやったら通じるのかなっていうのにすごく悩んでて、はあ、はあははあ、なるほど、なんか言ったことの意図みたいなのがずれちゃうみたいなことですよね。そうですね、はい、ああ、うん、なるほどな、まあその意思疎通をするときに、やっぱその多少ダサくても長くても補うのが大事だと思うんですよ。あのなんかこう上手い文章とかってそぎ落とされて洗練されたものなイメージがあるじゃないですか。ないし喋るのが上手い人って端的にズバッというイメージあるじゃないですか。でもそれは上手い人のやり方であって、日常的なやり取りで意思疎通にちょっと問題があるなとかってなった時はめっちゃ補ってしつこいぐらい冗長にした方が結果的な打率は高まる。だから意思疎通できないなって時にはとりあえず全部言うっていうのが一個方法だと思います。あの補った方が打率は高い、ダサいけど、うん、っていうのは僕は割と思うかな。でこれはやっぱりそのコントを人前でいろんな街ですると発生することなんですよ。っていうのは、まあ、ダサいとかって言い方もあれなんだけど、やっぱりその場所場所によって9月を見慣れてる見慣れてない問題とか、そもそもお笑いライブを見慣れてる見慣れてない問題とか、お客さん緊張してるしてないとか、いろんな要素、僕が緊張するしないよりもお客さんが緊張するしないの方が大きくて、こう笑ってもらいやすさとか聞いてもらいやすさとかがやっぱり日によって違うわけですよ、うん、ですると今日ちょっと難しい日だなってなったら、やっぱり僕はちょっと冗長にします。ちょっとある程度長くして、これでもかというぐらい、ここまで言えばわかるやろぐらいの増やすようにします。で逆に増やすとまどろっこしいなって日はグッと減らすんですけど、難しい日ほど増やすみたいなのは鉄則としてありますね。一つ考えてることかも。そのどっから勘が働くかってやっぱり人の、あの集まったその時の人の場とか空気で全然違うんですよね。例えばあの僕のネタの下りで言うならば、こうのなんていうのかな、死亡フラグの描写としてね、その時俺はさ、同僚6人とちっちゃいミニバンに詰め込まれてさ、連れてかれたんだよ、涼しい村に。その村には病院しかなくてさ、これどこで死亡フラグを汲み取るかっていうのがやっぱその時の勘で違うんですよ、お客さんの。ミニバン詰め込まれた時点でもうダメじゃんって思うお客さんもいるし、村涼しかったら無理だなって思うお客さんもいるし、で病院しかないまで行けば全員わかるじゃないですか。でそこでなんかそのどこまで言うか変えるんですよ、伝わってる伝わってないで。そうそうそう、で自分の中で病院しかないまで言って伝わんなかったらそれはもうしょうがないからっていう、こうゴールポストみたいなの決めといて、どのぐらい言うかみたいなのをこう調節するみたいなのがあって、だから伝わりにくいかなって思ったらめっちゃ補うというのは僕は普段はやってます。多分これって日常会話も同じだと思うから、うん、使えるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。こんな感じ、はい、はい、じゃあ今日の晩御飯は何を食べたらいいと思いますか。
今日の晩ご飯何を食べたらいいか、あなたが。私は知ったこっちゃねえ知ったこっちゃないけど、暑いからね、暑いからやっぱり涼しいものをね食べるべきなんですけれども、ただそのよくさ夏バテって言葉があるでしょ、うん、夏になると暑いからみんなバテちゃう、体調崩しちゃう、あれって俺実はそうめんが悪いと思うんですよ、うん、夏が暑いこと以上に、夏暑いとそうめんばっか食べるとかざるそばばっか食べるとかしちゃうでしょ、でもああいうやっぱ麺類と梅雨だけって塩分と炭水化物だけだから栄養のバランス的にやっぱ著しく悪いわけですよね。で夏バテってのはやっぱりそのビタミン類の不足とかさ絶対絡んでくるわけでしょ、タンパク質もないと体持たないとか、だからやっぱりこういろんな品目が入ってるものを食べるべきですよね。いやそうは言っても待ってください、9月さんとこう暑い中何でも入ってる鍋とかホイコーローどうのコーローなんか食べる気しないでしょ、そんなら食べる気しないとなったらですよ、冷たくてかつ栄養バランスがいい、これも1個しかないですよ、これサラダうどんを食べてください、これ大正解だと思います。サラダうどんないし冷やし中華ね、ざるそばとかそうめんばっか食べたらダメよ、ちゃんと具のある冷たいものを食べてください、これ本番のやつだと思います。夏バテはそうめんのせいやからね。そうですよ、イボの糸はそういう陰謀ですよ、あれ陰謀ですよ、イボの糸は夏バテを引き起こして人々をね体調悪くするって陰謀の糸ですよ、そういうことですよ、隠れてるわけですよ、ね、そんなことはないわ、あんな高級なおそうめんあとなんやったらおそうめんもねいろいろ具が多いやつ最近ありますからね、知ってますか、おそうめんの専門店とかも東京あるんですよ、東京でねおそうめんの専門店が何個かな、2個ぐらいあってね、1個が恵比寿にあってもう1個とかあったかな、言ったらその、まあ、単純なそうめん屋さんじゃなくて、まあ、おそうめんとめんつゆのシンプルなそうめんもあるんですけれども、その具がね、例えば担々なんとかそうめんとかサラダなんとかそうめんとか山芋かかったやつとかいろいろこうバリエーションもありまして、なぜおそうめんですからね、あの800円900円1000円ぐらいでこう食べれるような感じでね美味しいお店ありますので、そういうところも開拓していただいていいように夏を過ごしてください。はい、よくまとめた、OK、